なもうモテやせん。4番邪魔だ。おいおい、そう邪険にするね。髪の短い派手ないでたちの女見かけなかったか。鉄砲おゆりか。おお、それそれ、見かけたんだな。どこでだ、どっち行った。召喚だ。ここから入れそうだ。おいおい、それじゃ日が暮れるぜ。頭は使わねえとな。なるほど。
それにしても妙だな。なぜ行動を共にする気になった？ここにおめえの目的があるんだな。詫びも兼ねている。え？なんでもない。旦那、新しい武器ですね。そっちじゃない。Let's go.
四季郎か。お目当ては人質だったってわけかい。八尾国様。八尾？800年生きてるとかいう、あのババアか。陰陽師、あの男、八尾国様の能力を利用して幕府転覆を企てておる。ババア一人で幕府が転覆するっていうのか。黄金竜を使う。黄金竜？黄金竜を操る鍵は黄金王と呼ばれる甲冑にあると睨んでいるらしい。その黄金王を操るためにビクニ様が必要なのだ。あの金ピカ野郎を操るなんてできんのかよ。ビクニ様の法力ならありえん話ではない。ババア探し手貸すぜ。お宝のありかなど教えてはくれんぞ。勘違いするね。おゆりの居場所を聞きてえだけだ。あのババアならわかるだろう。わかった。手を組もう。よし。ビクニ様だが別の場所に移されたらしい。カザベーラ、奴らの隊長の署名だ。じゃあその隊長とっ捕まえてやるか。2階に行きましょう。Yes!
読書中だ。邪魔するな。ちょいと聞きてんだが。ビクに名を居場所か。察しがいいな。話が早いや。居場所を知ったところでどうする。俺は連れの女の居場所を尋ねるだけで。その女はどうかな。あ？殺しに来たのだろう。我々に利用されるくらいならば殺す。そういう奴らだ、こいつらは。どういうことで？おわっ！逃げやがった！待てよ。は、信じてるぜ。旦那、新しい武器ですね。二階に行きましょう。何返して欲しければ、くれてやる。ほれ！あ！ババア！捨ておけ！何しやがる！てめえは、他の忍者とは何か違うと思ってたが、見損なったぜ！仲間割れか。見苦しい。せえ！てめえらがどういう理由で何を企んでるか知ったこっちゃねえが、か弱いババア殺すなんざ
悪党の風上にも置けねえぜ。この卑怯者、卑怯者、我々の同胞を何千人と虐殺したお前らが言える言葉か。ユスッとタケダケシートはまさにお前のこと。だとくら、戦闘開始。ババアじゃねえ。ビクニ様には幼少の折可愛がっていただいた。匂いでわかる。もし本物だったらどうした。ビクニ様をどこへやった。友情の館だ。よう、俺たちと来ねえか。無論だ、ビクニ様救出までは。そうじゃねえ、気楽な奴らとお宝探しの毎日さ。命狙われるのは日常茶飯事だからよ。ババア殺せなんていう奴はいねえ。どうで。やめろ、私を誰だと思っている。そうかい、悪かったよ。遊女の館か、罠かもしんねえが、行くか。なるほどね。新しい。窓はねえな。おめえはここに隠れてろ。いや、置いてかないで。ジゴ、静かにしろって。心配するな、必ず戻ってくるから。じっとおとなしく待ってるんだ。ジゴ
ジゴ！どうした？いや、なんでもねえ。急げ、また殺気が強くなってきた。おう。ジゴ！妙だな。ん？殺気が消えた。この島での生き残りは奴一人。からくりに異様に詳しい。隠した途端敵が出てこなくなった。なんだ、何が言いてえ。あの女は何者なのだ。はたまは少し変かもしれねえが、結構別品のただの遊女じゃねえか。見目は関係ない。なんだ、焼いてんのか。お、なんで、どうして。ビクニ様を探すのだ。何怒ってんだ。うるさい。終わった。ちょっと見よ。終わった。死にたくねえ。ちょっと見よ。終わった。様子がおかしいぞ。なんでおめえこんなところで何やってんで。罠だ、行くな。結界。おゆり、見ちげえたぜ。別品だとは思っちゃいたが、ここまで美しいとはな。惚れ直したぜ。ねえあんた、ん、黄金の竜なんかどうでもいいから戻ろうよ。そうだな、あんなにでかいとは思わなかったしな。そうだよ、竜の話を聞かなかったことにすりゃいいのさ。あの時に戻って。あの時。そう、あの時。あの時。かかって。あと一歩だったのにね。陰陽師てめえか。偽物にしてはよくやる。うるせえ、ぶっ殺してやる。ヒビカ、なぜヒビカの顔を。我らも気づかぬうちに女郎が一人もいなくなった。ただ怨念だけを残してな。この女郎雲はその怨念を吹き込んで作った式神。その腹に顔が映るとはどういうこって。鍵はあの女さ。なんだと。ビクニ様。ババ、もうこやつに用はない。
私の見当違いだったようだ。さらば。待ち上がれ。母さんがこいつを動かしてたのか。なんて念力だ。そうだ、だから利用しようとしたのだ。あやね、あの女を陰陽師に渡してはならん。鬼が復活する。あ、姫か。極楽丸、姫か。極楽丸、女は？いねえ。こいつが、こいつしかいねえ。何なのだこいつ。死んねえが、とにかくめちゃくちゃ硬い甲冑だ。おわっ！なんてあったな。部屋から出ろ、極楽。鬼だ。ビクリ様、この婆さんがこいつを動かしてたのか。なんて念力。まだまだ真空エッセンサー。そうなことをした。鬼を叩き切るにはどうすりゃいいんだ。聞いてどうする。決まってんだろ、俺がこの手でぶっ殺してやる。憎悪は何も解決せん。主自身が鬼になってしまうぞ。このまま黙っていられるか。お主は別の連れ合いを探しておるのではないか。時期に半蔵軍の爆撃機が来る。悲劇を繰り返すでない。急げ。でもよ、この娘はわしが弔う。振り返るのは後にせえ。さ、地獄極楽丸よ、鬼に会うたら憎んではいかん。心を過ぎ無垢にするのじゃぞ。
覚えてたらな。おゆり、おめえはこの島から出ろ。やだよ、一緒に出ようよ。もう黄金の竜なんかどうでもいいよ。陰陽師と鬼、奴ら叩き切らねえと腹の虫が収まんねえ。鬼？まだ信じらんねえが、鬼としか言いようがねえ奴に太刀が殺された。誰？じゃあな、アバよ。